皆さんこんにちは。 JNWA へようこそ。近年、地球温暖化の影響で気候変動に関するニュースをよく聞くようになりました。国連広報センターによると、気候変動は気温および気象パターンの長期的な変化を指します。これらの変化は太陽周期の変化によるものなど、自然現象の場合もありますが、1800年代以降は主に人間活動が気候変動を引き起こしており、その主な原因は化石燃料、石炭、石油、ガスなどの燃焼ですとのこと。日本でも夏になると猛暑や異常気象などの言葉を毎日のように聞くようになったのではないでしょうか。この気候変動によって引き起こされる異常気象は日本だけでなく世界中で起こっています。今年2022年は北半球の大部分が繰り返し熱波に襲われ、日本の最北端よりも北にあるパリやロンドンでも気温40度を超えたのだそう。アメリカでもここ数年、特に夏の暑さが厳しさを増し猛暑となっています。アメリカでは5月から10月までの熱波、山火事やハリケーンが発生しやすい時期をデンジャーシーズン、危険な季節と呼ぶ動きが始まっているそうです。これはアメリカの環境や社会問題の解決を目指す科学者団体のキャンペーンの一部で、夏イコール外遊びに最適な季節というイメージを夏イコール危険な季節というイメージに置き換え、人々に注意や暑さ対策を促す狙いがあるとのこと。ただごとではないことが感じられます。世界中で異常気象が起こる近年、そんな中、日本のあるものがアメリカの価値観を変えてしまったそうです。今回はアメリカの価値観を変えた日本のあるものと、それに対する外国人たちの反応を私、タカランがお届けしていきます。最後までどうぞよろしくお願いいたします。この動画が少しでも良かったなと感じていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。それでは行きましょう。さて皆さん、日本のあるものがアメリカの価値観を変えてしまいましたが、一体それは何だと思いますか？夏の暑い時期に欠かせないもの。夏の暑い時期に欠かせないものといえば、そう、エアコンです。え、エアコン？アメリカにエアコンはないの？と思われた方もいるのではないでしょうか。実はアメリカでは一般家庭でもセントラル空調が主流なのだそう。日本だとセントラル空調の多くはオフィスビルやショッピングモールなどに設置されているもの。セントラル空調は個別式のエアコンに比べて音は静かで、使用できる期間も30年と長く、メンテナンスも楽です。しかし、すべての部屋がダクトでつながれていて、家の中の全体の温度が一括で管理された上に一定の温度で保たれます。そのため各部屋での温度調節、温度管理はできません。このセントラル空調では各部屋の温度を快適に保ち、猛暑を乗り切るのは大変。そこでアメリカの人々は日本式エアコン、ダクトレスエアコンを購入し始めます。ちなみにアメリカでは日本式エアコンのことをダクトレスミニスプリットエアコンというようです。一度日本式エアコンを使用し始めてみると、もう日本式エアコンなしでは生きていけない、マジ最高と多くのアメリカ人がその虜に。日本式エアコンを使用した人たちから寄せられたコメントを見ていきましょう。この日本式エアコンは本当にすごいね。なんでみんな設置しないのか不思議。冷房だけじゃなくて暖房も完璧に使い分けられるしね。効率がすごくいいよ。僕のとこは以前から設置してるよ。昔のものと比べると音が静かになったし、スタイリッシュになったよね。なんといっても効率的。確か日本の家だとこのタイプが一般的だよね。なんで僕たちは今まで使わなかったんだろうな。日本式エアコンは素晴らしいんだけどさ、設置しに来る業者とかが無資格で金儲けのためにやってるとこもあるんだよね。エアコンの信用を落とすようなことはすぐにやめてほしいよ。アジアでは
30年以上も前からこのタイプが主流だよ。やっとアメリカでも主流になってきたんだね。オーストラリアでもこの日本式エアコンが人気になってきてるのよ。使ってみて人気になる理由がわかるわ。昨年家をリフォームした時に日本式エアコンを設置したんだよ。このタイプを設置してよかったよ。結果に大満足さ。ダクトレスを量販店で$800、約106,600円で購入したよ。配線とか設置費用を含めて $1,500、約20万円くらいだったかな。この価格が高いか安いかは人によると思うけど、僕はとても満足してるよ。どこにでも設置できるし、セントラル空調みたいに大規模な工事はする必要ないし、効率だっていいよね。悪いとこが一つも見つからないよ。きっとアメリカでも日本式エアコンが当たり前の未来になると思うよ。我が家も次に切り替える時には絶対に日本式エアコンにするわ。アメリカでの日本式エアコンのトレンドを受けて、アメリカニューヨークタイムズ紙ではダクトレス式エアコンに関する特集記事が組まれました。記事では特徴、短所、メーカーの選び方、設置業者、スマートコントローラーとの連携の5つのトピックについて書かれています。メーカーの選び方では、三菱電機、富士通、LG、ダイキン、そしてパナソニックの5つがそれぞれの特徴と一緒に挙げられていました。三菱電機はアメリカの市場で最も人気があるブランド。そのため多くの業者からサービスを受けることができる。 LG は三菱電機と同じぐらい認知されているブランド。多くの大都市圏で有資格者の設置業者を見つけることができる。ダイキンも数多くの商品を提供する世界企業の一つ。ダイキンも富士通もアメリカ市場ではあまり知られていないかもしれないが、幅広い設置業者のネットワークを持つ。パナソニックは安定したグローバルブランド。有資格者の設置業者がアメリカの主要な市場にいる。これらの特徴を踏まえた上で、アメリカで一番人気のブランドはモデルの多さ、サービス対応、耐久性に定評があることなどから三菱電機なんだそう。取り上げられた5つのうち4つの企業、三菱電機、ダイキン、富士通、パナソニックは日本企業。日本はオワコンなんて言われることもありますが、ニューヨークタイムズ紙では日本企業は世界企業やグローバルブランドという言葉と一緒に紹介されています。アメリカでは日本式エアコンのような機械が室内にあると見た目が悪いという理由で設置したくない人たちも多いそう。そんな人たちのために最近では部屋の内装を邪魔せずインテリアの一部として見えるようなデザインのものも発売されているようです。またアメリカは日本と比べると家の作りによっては一部屋の大きさが大きく部屋の数も多い傾向にあるため、セントラル空調が使いやすいという意見もあります。各部屋に加えて廊下、玄関、トイレ、バスルームやキッチンなど家全体を一定の温度に保つのだそう。アメリカは国土も広大なので気候も様々。特に寒い地域だとセントラル空調で家全体を温めておかないとガス管や水道管が凍って破裂して大変なことになるんだそう。日本式エアコンを使うのはセントラル空調を設置できないような貧しい家庭や貧困層が住むアパートメントくらいだと思っている人たちもいるようです。そんな事情がありつつも日本式エアコンを設置した人たちからは他にも続々と猛暑に負けないくらいの熱い絶賛コメントが寄せられています。我が家のセントラル空調が故障したから日本式エアコンに切り替えたんだけど、値段が異常に高くて驚いたよ。それでも設置した価値はあったよ。私たちは数年前から日本式エアコンを使ってるわ。涼しいしセントラル空調より効率的よね。各部屋に日本式エアコンを設置した方がはるかにマシね。窓用エアコンから富士通の日本式エアコンに切り替えたんだけど、電気代がすごく安くなってさ、窓用エアコンみたいに水はたまらないし、カビは発生しないし、ありがたいよ。
日本式エアコンのおかげで部屋全体を冷やすことなく、この暑苦しい夜を乗り切ってるわ。素晴らしいとしか言いようがないわ。ここ数年、夏は猛暑だろ。日本式エアコンはブームだよね。アメリカに来てくれて本当に良かったよ。日本ではこれが主流よね。設置されてない家なんかないくらいよ。日本って本当に最高なものを作り出すのね。日本式エアコンだと一つの部屋を涼しく保てるからさ、前に友達が温度調節で困ってた時に教えてあげた。正直この発想はなかったよ。今は全部の部屋に設置したよ。この日本式エアコンがあると本当に快適に夏を過ごせるんだ。たとえ猛暑だとしてもね。日本式エアコン最高すぎて借りてる家にまで設置したくらいさ。アメリカ人たちの価値観を変えてしまった日本式エアコン。一度日本式エアコンを使い始めると、他の部屋や家にも設置したり、お友達にも紹介したりと手放せなくなる方たちが多いようです。セントラル空調が家全体の温度を一定に保つことに比べ、日本式エアコンでは一部屋ごとの温度調節ができる効率的なことも魅力的なようです。家電製品というと、日本メーカーは韓国や中国のメーカーに人気を奪われてしまったイメージがありますが、実はまだまだ世界市場で健闘しています。アメリカニューヨークタイムズ紙の特集記事で取り上げられたダイキン、今年度の販売台数は過去最高に届く勢いなんだそう。これまで2度アメリカの市場参入に挑戦してきましたが、失敗に終わりました。今回の3度目の挑戦で日本式の製造販売を成功させて、着々とシェアを伸ばし続けているそうです。これからも日本を代表する一企業として世界を相手に頑張っていってほしいですね。いかがでしたか？ぜひコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。